達筆のお礼のハガキをいただきました。熊本市南区城南町 K 様。国産仏壇、百年仏壇のお礼はがきでございます。金箔が吹いてもはげない国産仏壇。 お仏壇の販売が転職なかった後期でございます。2023年6月の3日、今日は土曜日ですね。今ちょうど6時2分、外気は20度。もうお日様はもうガンガン照っております。朝のほうが、今日は雨やみましたね。はい。ありがたいことに、熊本市南区城南町、K 様からこんなに見てください。達筆でございます。毛筆。ありがとうございます。あのー、 布団屋さんをやってらっしゃいますね。で、で今回ですね、こちらの、こちらは百年仏壇の大きいバージョンでございます。熊本百年と申します。そちらをご注文いただいてですね、お礼のはがき、も何より嬉しかです。はい。まあ、早速ですね、ちょっと読まさせていただきます。えー、ご無沙汰いたしております。おかげさまで父の一周期法要も無事に済ませることができました。 いい仏壇だと親戚一同申しておりました。ありがとうございました。っ、は、て、あ、もうこちらこそありがとうございました。もう見事な達筆ですね。まとも宝物でございます。ありがたいことでございます。こうやってお客様からですね。こちらが k 様の、えー、納入の時の写真ですね。 大きなお仏間でございますのでこちらの大きい方がいいですよということであそうですかということでご注文いただきましたこちらはですね輪島漆器の技術を生かした金箔が吹いても剥げない百年仏壇仙台の父永田隆は輪島漆器の行商の販売職人でございましたでお客様から輪島漆器の技術で仏壇場作ってはいよって わかりました。ということでですね、父が考案したオリジナル仏壇でございます。日本でうちだけ。もう私何べも言いますけどね、日本一の仏壇だと私は確信しております。で、現在はですね、通産大臣認定、伝統工芸士、大坂四兄弟親方様が、真心を込めて一筆、一筆ですね、 塗り上げていいらっしゃいますちょうど作業風景はこちらでございます。見てください。こういう形でですね。あこちら大坂さんの,あの通産大臣認定の伝統工芸士、現代の名工ですね。こういう形でですね。もうお顔にですね、素晴らしさが出てらっしゃいますよね。本当にもう素晴らしいお人柄です。でこちらが見てください。 漆を塗るこれ毎朝塗る漆を調合されるんですねやはりその日の湿度とかですね気温に応じて朝と昼2回調合されますでこちらがその塗ってらっしゃるところですね手塗りでございますでこちら筆はですねこれ全部女性の髪の毛で作った筆ですねこんなにたくさんの筆を使いこなしてらっしゃいますねまあこういう形でですね 本当にこれ職人さんの手作りで今ですね仏壇ですねほとんど9割ぐらいは外国製なんですよ中国とかですねああいうかちら周辺の諸国でですね当店はですね国産日本製百年仏壇にこだわってきますのでもうこれが私の転職父との約束でございますけんですね一生懸命頑張りますしかし何よりもですねもうこんなにありがたいですね 見事なおはがきありがとうございます。はい、えー、毛筆達筆毛筆お礼はがき南区城南町慶様100年仏壇熊本100年お喜びの声お便りでございます。本当感動しました。ありがとうございます。何よりの励みになります。何よりの励みになります。国産日本製和島漆 の技術を生かしてですね素晴らしい職人様が塗り上げたですね真心の国産仏壇でございます一つ皆様よろしくお願い申し上げますはいここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます皆様の開運があお祈り申し上げます